経営者の方からのロレコ生年金の、支給停止の問題ですね、まあ、年金カットの問題でご相談いただくケースが多いですけれども、よくありますのがね、今役員報酬は月額いくら受けてますと、年金はもらえますかというようなご質問が多いんですよね。でこれはよほどですね、まあ、年金が報酬が特に高い方についてはもうそれだけでね、年金は老齢厚生年金はもらえませんっていう回答になるケースもありますけれども、それほど報酬が高くない方については、報酬額だけでは決まらなくて、年金額ですね、老齢厚生年金の年金額も、聞かないと、回答が出せないということがあります。ですから例えば年金定期便とか、あるいは、もしもうすでに年金の請求を、ね、されていて年金証書が来ているということでしたらね、権利が発生している、老齢厚生年金の年金額、あるいは60歳代前半の方でしたら、特別支給の老齢厚生年金の、年金額ですね、これも合わせて、教えていただけるとありがたいです。